今日辛いの食べるんですけど大丈夫ですか。はい、余裕です。あ、余裕。やばいわ。今回私はですね、新宿歌舞伎町にいるんですけども、以前にですね、声かけたら、挑戦者が見つかりまして、後日ならいいですよということで、今回来たんですけども、待ち合わせしてるんですけども、あ、いた。いましたね。すいません。お疲れ様です。ありがとうございます、今日は。ありがとうございます。じゃあ、今日、激辛対決ということで、はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。はい、お願いします。お腹空いてます？はい、めっちゃ大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。じゃあちょっと行きましょう、はい、ちょっと歩きながらインタビューさせていただきますので、はい、まずじゃあちょっとお名前お伺いしてもよろしいですか？はい、とっています。ご年齢は24です。前回ちょっとお声掛けさせていただいた時も歌舞伎町いらっしゃいましたけれども、はい、歌舞伎町には何で来られてるんですか？あ、なんかいつも行ってるジムがこの辺にあって、週何ぐらいでやられてるんですか？毎日行ってて。毎日？はい。おー、すごいっすね。はい、あれめちゃくちゃストイックですね。お仕事とかは何がある？普通に会社員やってます。広告関係の営業やってます。もともと専門行ってて、ストレーナーの学校行ったんですけど。体鍛えることは好きだし。はい。なんかこう、体もともと弱いんで。あ、そうなんですか？はい。体調管理でやってたら、まあ、ハマっちゃったみたいな。今日辛いの食べるんですけど大丈夫ですか？はい、余裕です。あ、余裕。辛いの好きなんですか？辛いの好きなんですけど、まあ、ほどほどにっていう感じで。ちなみに今まで食べた中で一番辛かった料理って何ですか？一蘭ですね。辛さ決めれるじゃない。から挑戦しました。一蘭の8から。はい。ご出身はどちらになるんですか？出身山梨。海藤さんが僕に勝って、はい。1万円ゲットしたら、はい。何に使いますか？あ、でも、ちょうど明日が敬老の日なので、はい。なんかおじいちゃんおばあちゃんに、うわぁ！なんか、プレゼント買って、まあ、空いた時間に実家帰ろうかな。そんだけ泣いちゃいますよ。ちょっと感謝されたいんで、ちょっと今日は勝ちたいなと思います。すごいっすね。本日の試合会場、こちらにいます。ご飯祭館。はい、こちら、辛い料理があるということなんで、こっちじゃないっすよ。こっちじゃないですか。中国湖南省本場料理ですね。この、絶品麻婆豆腐定食、はい、これ激辛にできます？辛さも辛さまじ激辛ですよ。激辛、はい、めっちゃ辛いです。はい、大丈夫です。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はいはい、大丈夫ですかと。はい、店員さん大丈夫です。今からですね、はい、クイズを2問、はいはい、出させていただきます、はい、挑戦者はクイズの正解数に応じて最大1分のハンデがもらえます。詳しくはこちら。問題に答えて1万円をゲットするよ、はい、じゃあ問題1番目、中学生 YouTuber グループの、はい、ちょんまげ小僧、はい、ちょんまげ小僧のメンバーの正しい組み合わせを選んでください。 A ちょんまげさとし、 B ちょんまげ磯野、 C ちょんまげひき肉、 D ひき肉豚肉、 ABC どれでしょうか？ B です。 B、 はい、B はちょんまげ磯野、はい、ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。残念。正解はちょんまげひき肉でした。はい、全然知らなかったですか？はい、全然知らないですね。ああ、なるほど。2問目、麻婆豆腐の由来となったおばさんがいるんですよね。そのおばさんに顔にあるものがあったことで、はい、この麻婆豆腐という名前がつきました、はい、果たしてそのおばさんの顔に何があったか答えてください。はい、A 切り傷、はい、B 擦り傷、はい、C 吹き出物、はい、まあ、ニキビとかですね、はい、D かさぶた、擦り傷、 B 擦り傷、はい、はい、正解です。 C 吹き出物C 吹き出物、もう正解でいい。じゃあ30秒ゲットと、はい、お待たせしましたということです。さあこちら、はい、絶品麻婆豆腐結果でございます、はい、ちょっと匂い嗅いでみてください。ここで言うのはやばいですね、はい、結構ツンってこう鼻を刺すような。このライスもちゃんと食べて、はい、この麻婆豆腐も全部食べて、はい、完食となりますんで、はい、3,2,1 スタート、はい、どうだ、うん、どうだ、めっちゃ辛い。いい食べっぷりです。さあただいま15秒経過。さあペースが落ちない。カイトちゃん、唐辛子がトマトのようにお口の中に吸い込まれていく、ものすごい勢いで食べてくれ。25秒、26、27、28、29、はい、すでにスタート。
あっ、うん、あっ、うん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 、あ、うん、あ、うん、うん、うん、やばい、うん、やばいわ、うん、だった、うん、汗がやばい。ごちそうさまでした。うわやったマジで、はい、やだな、マジか。おじいちゃんおばあちゃん喜びます。めっちゃピリピリしますね、醤油は。やばい、いや、悔しいな。辛かったですか？めっちゃ辛かった。え、一番のやつと どちらが辛かったですか？でもこっちの方が辛いですね。めっちゃ辛いですね。なんか燃える感じが。おお、すごい。ごちそうさまじゃ。ごちそうさまでした。お腹大丈夫ですか？お腹がなんか、はい、煮たぎるような。いや、すごいな、でも。全然顔に出ないですもんね。本当ですか？結構、あの、感情出ないってよく言われる。確かに、サイボーグみたいです。食後のデザートというか、はい、なんかあの、アイスいいですか？はい。どれがいいですか？モナカでいいです。モナカで。髪が隠す隠し味に見たことのない世界へと。どうですか、激辛トロ甘いスイーツ。めっちゃ美味しいですね。甘い顔に甘いスイーツ。うまいですね。ごめんなさいね、まさか1万円ちょっと、はい、払うと思わなかったんで、ちょっとごめんなさい、はい、塩来ちゃうんですけども。ありがとうございます。ガチで、はい、1万円、はい、おめでとうございます。本当にいいですか？あ、いいっすよ。完璧なこの旨味に頬が落ちる考え結晶。完璧なこの香りに腹をすかす。飯を持って1万円あげるっていう、めっちゃいい人、はい、これよろしく言っときます。はい、おじいちゃんおばあちゃんよろしくお伝えてください。はい、ありがとうございます、はい、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。